いやー、本当は単発で終わらせるつもりだったんだけどさ、もう割と面白くて編集中もさ、大爆笑してたんですよ。編集中もこいつなんやろっていうぐらい笑いが止まんなくて、面白かったね。もうちょっとやるわ。よし、じゃあ、まずロケットベルトからやろう。独特の感性があるから、A を押して。お、バナナ！このままではもうダメね 早いんだよ。とりあえずちょっと他のやつの練習もしたいから、まあ、ちょっと練習がてらね、やっときましょう。前回から火開いてるからもう全然できなくなってんじゃん。よし、やってみます。一回ね、ちょっと、感覚をね、取り戻したいね。前に行くには、で、後ろに行くのが、これ後ろに行くの難しいんだよな。姿勢がすごいことになってる。姿勢によって、向きが変わるんだけど、まあ、とりあえず着陸目指そう。毎回イケポチャしてんねん、僕。待ってね。この辺りから 死ぬつもりはないぞ。死ぬつもりはない。生きて帰りましょう。まあ、いいんじゃない？お、いいじゃん。いいんじゃない？これ。あ、なるほど。今の良かったね。今の感じ良かった。今の入り良かった。で、まあ、このままではもうダメだ 言うな言うな。クソできるんだけど、ちゃんと速度を上げつつとかしないといけないんだよね。ちょっとね、独特の操作感にね、慣れていかないとね。あ、300フィートまで下げれないと思う。無理に行こうとすると、やっぱ操作感を失う、このフラフラ運転なんだよね。ちょっと、まあまあまあ、着陸を安全にした方がいい。着陸を安全にね。速度保ちつつ、着陸！出た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 ！飛び出した！ちょっと途中まで受かったのに。ちょっと無理だったわね あー、なんか一つを追えば二、なんか、一つをうまくいけば二つが足らないみたいになってんな。でもできるできるできる。ちょっと、どんどん慣れていこう。よし。あ、思い出した思い出した。で、重力の影響を受けやすいから、重力の影響だけ気をつけ。だから急に落ちたりするともう立て直せないから、重力の影響だけ気をつけて。すごい独特の感性があるからね。おお、そう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 、できてるできてる。ちょっとロケットベルトだけはね、さっきあまりにも不甲斐なかったんで まあ、もう飛行機の時点でアウトだったんだけど、できた！お、いいじゃん。で、この前気になってたんだけど、この動くところに止まるとボーナスってのが手に入るんですよね。ちょっとこれが気になるんだよね。ここに着陸してみたいんだけど、難しいか、さすがに。それは。安全に行きましょう。安全にね。安全に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 。ちょんちょんちょん。そう、こんな感じ。ああ、いいね。分かっては来てるな。あれ、完璧じゃん 完璧だったんだ、今の。おー、なるほどね。でもね、このままではもうダメね。お、来た！よし！よし！来たわ。よかったー。あー、まあ、低いねー。右より厳しい。あ、右を止まらないといけないの？
あ、そうなのか。まあ、そういうこともあんのか。46ポイント。まだなんとかなるわ。お、目が開眼してるやん。まだなんとかなる。そうだね。これで、ロケットビルドで100点取ってスカイダイビングで、ワンチャンいけるかもしれんね、本当に。よし。リングはもう取れないと思うから、着陸だけ大事にしたいな。速いな。落ちる速度が速すぎて制御は効かんのよな。いや、そこのリング取れないって。とりあえず、まあ、落ち着いて、降りることを優先しますね。待ってね。この辺りから。で、フレアをかける。フレアをかけて向こう側に行きたい。向こう側行けるか？行けるか？行けるか？頑張れ！ 図面で、でも惜しかったわ。図も。うまいじゃん。めっちゃうまいじゃん。めっちゃうまいじゃん、もう。もう慣れたもんだね。あとは慎重に。慎重にね。慎重に一二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 。あ、まあ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 、仕方ない仕方ない。まあ、こんなもんだよね。うん。一二一二って感じで。ああ、いいじゃん。これなら少しは認めてあげるわ。おお、いいじゃん。80だからね。ああ、いいね。いい、バスの調子よ。うん。オッケーオッケー。右の滑走路を狙います。いいんじゃない？これ良くない？よし、嬉しい。めっちゃ嬉しい。62、まあまあの腕ね。いやいやいや、良かったんじゃない？78かー！ きつそー。緊張の一瞬やな。78。いや、マジでリンク取れない。リングマジで取れる気しないな。さあ、78目指して、とりあえず中心ってことやな。中心取らなあかんね。中心取ります。真ん中に行きますね。どう？真ん中。ああ、痛そう。痛そうやな。 ああ、落ちい。63ってことは？うわあ、惜しいよ。楽しいな、このゲームでも。うわもう。 で、フレアをかける。ちょっと待って。ああ滑ってる。ドルドルの水。これ使おうぜ。プライドはないのか。どう？いいんじゃない？ よし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 。ドン！よし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 ！いったー！ やったー！いやー！合格よ、おめでとう、ありがとう。あ、長かった。長かったな。 あ、フライデーのやつの合格保証やし、もう長かったな。 すっげえ長かったわ、もう。 次誰だろう。 うわ、このエリアを担当するスコットです。こんにちは。ここではハンググライダーが加わります。これは来てよ。このし力の着地が鍵です。4つになんの？うわ、4つになるのかい、これは。え？あ、3つだ。逆に苦手なやつがない。ハンググライダーか。ちょっと待って、飛行機も難しくなってんのかってことは。はい。離陸してリングをたどりながら最後の着滑走路に着陸。なるほどね。まあ、
リングが50点になってる。やばい、難しくなってる。やってみるね。まあ、でもなんだかんだで。え、なに？北の風？待って、離陸するってこと？離陸。離陸。あ、下を押しながら離陸すんねや。こうやって。で、あれだ。空を自由に運転して、最後戻ってくるってことか。なるほどね。面白い。いよいよ、何、飛行機でそういう感じもするようになったのか。この飛行機で、海を、の近くを回るというところまで行くんだ。やばいやばい、制御効かね。制御効かね、ちょっと待って。危ない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 。いや、大丈夫大丈夫。ある程度慣れたから、これも。50フィートどこ？あ、あそこだわ。あの緑のとこ。やっぱやっぱ機体がぐらついとんな。はい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 。で、100フィート。250フィート。あ、何？結構あんな。これ、あ、これも？代々のやつも？え、めっちゃあるじゃん。リング。リングめっちゃ通るんだね。150フィート。やばいやばい、ちょっと待って。上下に激しく揺さぶられる。30フィート！え、よし。250フィート。いや、ちょ、待って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 。250？ 100フィート。250見落としたか？はい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 。75フィート。ちょっと待って。ちょっと待って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 。それ無理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 。通った！通ったけど30フィート。あ、こういう感じで、何？ U の字みたいに戻ってきたのか、結局。かなりリングをいろいろ取ってんね。うわぁ、めっちゃ、長丁場になっちまった。さあ、着陸できるか？速度落とした方がいい。平らに。うわぁ！うおぉ！リング39点。翼を地面と平行にして着地するダメ。定期的にやっぱ壊れるな。きついけどネバーギブアップね。なるほどね。このさ、教官たちってみんななんかプラス思考だね。ロケットメーターでもさっき得意中の得意だったしな。グリーンのバージョンのビームを必ず3個タッチしてから会場ターゲットに着地？え？どういうこと？待って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 。え？これに乗んの？まあいいや、グリーンのバージョンのやつをね、取るんだね。オッケー、行こう。あそこに触れる、細くなってんだな。要は。でも大丈夫。これね、独特の感性があるけど、なんか大体慣れてきた。これは。え？え？判定きつっ。緑の玉に触れる感じだわ。もう。バー通過。あと2つ。あー、これは繊細だぞ。リングくぐるとかいうレベルじゃないな。こんなもんじゃない。マジで？これでもダメなの？独特の操作感があるから。でもロケットベルトは割となんかできる気がすんな。こういう操作感は慣れてしまえばこっちのもん感あるもんね。よし、オッケー。ターゲットどこ？会場のターゲットってことは、あの小さいとこか大きいとこでいいんだよね。さすがに。あの動くとこを止めろって言ったら俺もう切れるよ。あ、多分そうだな。じゃあこっち狙うか。どこだ？あ、ちっそ！いや、いけるいける。まあ、どうせもうこの勝負してたから、っていうか。てか、もうさ、もうこのままではもうダメね、みたいなところだからさ。うっちっち、ちょんちょんちょんと言って、ちょんちょんちょんと言って。うわー！
やばい、頑張れ。ちょっと無理しましたね。うん、そう、バレました。無理しました。どうする、アキノムくん。やらしてよ、ハンググライダー。ハンググライダーって何？白い上昇気流によって、必ず500フィートまで上昇してからターゲットの弱地。ハンググライダー、待って、操作見んの忘れた、やべえ。操作見んの忘れたよ、どうしよう。またすごい独特の感性があるんだけど、上昇気流どこ？上昇気流に乗るんだって。上昇気流に乗りたいんだけど。ちょっと上昇気流に乗りたいんだけど、ちょっと、おー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 、上昇気流に乗った。うわー、すごい上がった。うわー、どうすんだ。どこ、ターゲットどこ、ターゲットいつ、どこ。ちょっと待って、ターゲットそこや、いけ。死んだ。来てるし、ちゃんと今日、高度上げるところじゃないわな。おお、失格、アイムソーリー、ヒゲソーリー。U 字を描くように飛んでいく。おお、いいが、まあでも、この辺りの左右操作は慣れてきたな。着陸は苦手なんだよな。着陸が苦手だな。いやー、これ取れないかな。あ、取れる取れる。ユュンとやって、87キロで走行してんだな、俺。でもまあ、スピード大事だから、250フィート、あそこか。取れたね。250フィートも。リングはほとんど完璧だね。着陸が毎回、あの、機体ぶっ潰してるから。もうさ、損害賠償で請求されてもおかしくないレベルなんだよな。30フィートね。まあ、これは最悪。ちょっと、危険があるから、ちょっと落としつつ。で、上げつつ、250ね。上がりますね。ここ上昇気流で上げます。上昇して上げます。あ、取れなかったか。まあまあ、しゃあない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 。切り替えて、切り替えて。ちょっと速度出すぎ。はい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 、いいよ。ちゃんとリングは取れてる。リング取れてる。いい。このままいけば30フィートは取れる。大丈夫、大丈夫、大丈夫。で、上に上げる。いいね。よし。着陸。どう？よし、いった！これはいったね！よーし、よかったー。グッ、でも62なのこれ。あ、長いんだ、滞空時間。あれで長いの？グッド。うん。OK, OK, 大丈夫です。あー、ちょっと、微笑んどる。じゃあ、ロケットベイト得意やしな。うまいことやっておきたいな。北の風。この北の風ってのがよくわかんねえな。まあ、北の風の意味はわかるけどさ、そりゃ。北風小僧のカンタロウって意味やろ。OK, 任せなさい。大丈夫、大丈夫。でも、操作感は大丈夫。大体わかってる。よし。で、殺す。ちょこちょこやっていけば、これはね、なんとなくわかってくる。ロケットベートは直感的でわかりやすいね。さあ、ターゲット着地だよ。大きいとこ狙うわ。素直にちょっと、あ、でも小さいとこ狙いたいな。小さいとこ狙いたいけどね。いけるとは思うんだわ。いけるとは思う。
よし、行った。いいんじゃない、着地はできたよ。はい。あー、着地速度。ワンダフルな 85! いいんじゃない ?73! 頑張ればなんとかなる。これ、乗るの難しくない？ちょ、待って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 。あ、乗れた乗れた。500いった！着地できるか？どこに着地するのこれ。でも。あそこっぽいよね。あそこっぽいんだよな、パッと見。ちょ待って。おし、ちょっと、つないだな。この A ボタンの急旋回でつないだ。ターゲット完全に見失ってるわ。待って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 。ターゲットを完全に見失ってる。見えた！あそこ！届けるか？届くか？届くか？届く！あーはは！うお！これどっち？失敗になっとんのかよ！神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。お、あー、こういうことか。こうやって着地するのね。A ボタンを押して着地できるようにすると。おー、グレーっと、俺もびっくりー。合格、コングラチュレーションズ。ありがとう。正直に言います。使いました。うわー、この電源を担当する教団の黒田だ。ここまでは今まで押されとして全種目のより高度なテクニックに必要するエリアだ。うわ、なんか怖いな。怖い、ちょっとこういう怖い人やっぱり俺苦手なんですけど。ちょっとこういう人苦手なんですけど。ちょっと、これ行事試すか。こういう人いるとやっぱさ、ちょっと怖くなるわ。俺ね、ちょっと、こういう人いるとね、萎縮しちゃうんだよね。うおー、行くぜ死んだな。あれ死んだよ。あ、なんて言うのやろ。アーチアナループ自分と平行にくぐる。なんだ、単純にそれだけか。でもちょっと待って、もう俺この未来見てみたいな。俺は今、鳥になったぜ。もう俺は誰も止められないぜ。死んだ。わっ、もうやっても無駄だ。もううるせえ。おい、やらせろ。一発やらせろ。やらせろ。俺にやらせろ。え？わ。え？待って。え？ビームじゃない？もう天じゃん。あ、リングになってるけど回転しやがるよ。ええー。待って待って。え、めちゃくちゃ難しくないそれ。回転してるって。マジで。あ、ガイドミンあそこか。うおー、あーもっと慎重に行かないからだ。もうやっても、うるせえ、やらせろ。やらせろ。うるせえ、やらせろ、俺に。おい、やらせろ、うるせえ、うるせえ、黒だ。うるせえ、鬼教官、やらせろ、俺に。おぉ。わーい。まあ、楽しむ気持ちも大事だからね。楽しむ気持ちも大事。楽しもうぜ。おぉ。黒だみたいなね、ちょっと鬼教官に見つめられると、やっぱ萎縮しちゃうからね。よし。俺は、
今鳥になってる。鳥人間コンテストだ。やばい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 やっぱり死んだ時が一番面白い。